紫の経済は経済分野で財産やサービスの文化的潜在性の価値を高めながら持続可能な開発に関与するものである。紫の経済は経済の文化的側面を考慮する。世界化において人間の多様性に適応し財産やサービスの価値を高めるために文化的次元を支柱とする。この経済の水平的と垂直的な二つの傾向は 総合豊かにし合っている。事実、商品に結びついた文化的要素の増大は、商品を生産する地域の文化的活力に結びついている。紫の経済のコンテクストは、現代社会において、文化性の重要性が高まっているという背景である。討議された論点のうちで、とりわけ注目されるのは、新興国のための世界政治経済バランスの回復。 地域環境への回帰、権利要求の新たな形、文化消費に基づき質を求める社会的要求の増大、またイノベーションへの歩みなどである。紫の経済はいかなる部門であれ、文化的次元を支柱としながら、あらゆる財産やサービスの価値を高めるという意味において、分野横断的な特徴を持つ。感覚や経験を対象とする経済が、その適用である。この経済は、 産業部門別の論理に基づいた文化の経済とは異なる。ユネスコ経済協力開発機構、フランコフォーニー国際機関、フランス諸省諸企業、また市民社会に所属する専門家たちからなる紫の経済についての最初の多様気候的活動グループの結論が2013年6月に公表された。この資料は 職業と養成への影響とともに今後の経済全体に関わる文化化の減少のインパクトを強調する。よって紫の職業と紫化する職業は区別される。なぜなら前者はその目的によって文化的環境に直接関わっているが、後者は単に文化化の影響によって変化を求められているものだからである。2017年6月に発表された もう一つの参照資料は、経済が学習、建築、芸術性、色彩、倫理、創造物、遺産、喜び、ノウハウ、得意性などの文化利益を生み出し得る人間環境の異なる側面に言及している。紫の経済の語は、2011年にフランスのルモンドのサイトにその宣言が発表された時に生まれた。署名者の中には、ユネスコ、欧州議会、 欧州委員会の講演によって2011年10月にパリで紫の経済の第一回国際フォーラムを企画したリベルサン協会の取締役らの名がある。持続可能な経済の三側面紫の経済は外部性の存在を強調する。経済主体がそこから引き出してその結果として痕跡を残す文化環境は共有財産となる。よって紫の経済は 文化性を持続可能な開発の支柱とする。要するに、文化性は、初めから持続可能な開発の劣気とした争点である。実のところ、企業の機能的責任の最初の源は1966年に国連で採用された経済的、社会的、文化的権利に関する国際条約にある。だがこの争点は、自然環境や社会環境に関わる。 関心時に比べると、持続可能な開発の構成要素の一つに過ぎない。持続可能な経済の初速面間の補完性は、2015年21回気候変動についての国連会議の直前に、ルモンド経済に記事欄が発表された際に再確認された。ありがとうございます。